はい、じゃあですね、続きをやっていこうと思うんですけれども、コロナにかかってね、喋れなくなっちゃった。喋れなくなっちゃって、やっとちょっと喋れるようになってきたんですけど、ちょっとね、ああ、今日ダメかな、ダメかもしれねえな。鼻が詰まってるわけじゃないんですけど、ちょっとね、鼻声に なってるよね、きっとね。うん。でも、なんかずっと喋ってないと本当に喋れなくなっていきそうなんでね。お聞き苦しいかと思いますが。ああ、やっていこう。やっていこう。お守りもらったんだっけね。ありがたい反面、ちょっと匂う。素早さ低いな。これいる？これいる？マロ。マロ、お前、お守り持つといいよ。ちょっと匂う。ちょっと匂うな。ちょっと匂うよ、お前。でもいいと思うよ。ミニマリムラようこそ。よーし。コロナウイルスでこの結婚式をめちゃくちゃにしてやる。まだ、ウイルス出てる気がする。キノとナンシーが結婚式を集めようとしたら変な人たちが私たちを追い出したの。キノとナンシーが。キノ&ナンシー。キャーキャー、あ、危ない。これからブッキー様の結婚式を取り行うので入れない。この扉を後ろで押さえているので絶対話しかけないように。話しかけないようにか。え？ノーコメント。若い二人を祝おうと縁のはるばる来たのに。ねえ、おじいさん。おじいさんね。何かを我慢しているようです。大丈夫？匂うよ。なんだあのヒゲモジャは。しかもピーチ姫を連れていたぞ。まさか、姫と結婚？姫と結婚かな。変な人が突然やってきて、簿記の結婚式を行うべきだ、だって。何様だと思ってんの？本当だよね。なんてこった。似合いの二人が幸せになれないなんて。似合いの二人がね。似合いなのに。やっと結婚式ができると思ったのに。あんまりだわね。せっかく結婚してここのホテルのスイートに泊まろうと思ってたのに。話しかけるなだってよ、でも。私は写真家、結婚の記念に写真でもいかがです。そういえばさっき、コックらしき人たちが結婚式場の裏口に入っていきました。裏口あるんじゃん。うちは、ここは通さない。亀が押しても通さない。裏口も通れないはず。はぁ、あ。裏口？裏口って、どこ？裏口？こっち？あれ、ない、ないですよ、裏口。裏口ないですよ。あ？え？出ちゃった。裏口、外から行くわけじゃないよね。あ、入れた。裏口あった。あん。ふっふっふ。入っちゃったぜ。お。何あれ？鳥？ケーキだ、ケーキだ。美味しそう。なんだっけ、これ。ワッフルじゃなくって、スクワールじゃなくって、ウエハースがなってて美味しそう。わいわい。今度の花婿はケーキを食べたがっているの。だから一生懸命作るの。結婚式のためのケーキを作っているの。絶対食べてもらうの。ノコック長。これ鳥じゃない、亀じゃん。亀じゃねえかよ。あ、やってる。待て。バレた。お前はマリオに似ているが扉を押さえているので亀でもヒゲでも入れないはずだ。ゆえにマリオではないのかも。何か言え。いやいや、本物かもしれない。ブッキー様に報告すべきかも。ジャンプしちゃった。あ、
開かない。とりあえず開けないとブッキー様に報告できない。ちょっとこっちへ来い。一緒に開けようか。ここから一緒に走って体当たりしてください。お願いします。行くよ。あ、一緒に行くよ。ダウン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 。あー、タイミングだったのか。仲良し。あー、滑り止めのブーツを履いていかないから。ブッキー様、マリオが来ました。来ましたと言われて慌てるような風呂の入り方はしておらん。とりあえず今すぐ扉を閉めるべきだ。お、マリオ、マリオが来たのね。こっちよ、早く助けて。マリオ、助けて。ああ、なんてことだ。コロナを移しに来たっていうのに。とりあえずセーブして。すいません、もう通さない。でも亀とヒゲだと自信がない。亀出てこい。亀、しょうがない。または我輩の出番が来たようだな。こんな我輩のグレートパート、お前の超弱っちパートでここを開けるな。クッパさんちょっと大変ですよねちょっと咳が大変ですよね、クッパさんね。何でもカッカっていうの何？ゴー！あ、ゴー！あ、難しい。ああ、なだれ込むように。あ、危なーい。ピーチちゃんも危なーい。痛い。あ、ない。ない。靴と指輪とブローチと冠に落としちゃった。器用。ブッキー様。ああ、ブッキー様。ん？ん？すまぬ。さて、諸君、やっとあの嫁と結婚式場に到着した今日この頃。ん？花嫁どうした？ん？目がかゆいのか？ん？この水は？飲むな。しょっぱい。ひぃー。ブッキー様、花嫁は泣いているのかもしれませんよ。泣くとしょっぱくてまずいな。至極まずい。しかしなぜこれほどまずいのだ。いえ。え？花嫁は飾り物を落としてしまった模様です。ははー、こんなにまずいとケーキもまずい。マリオも来るとのはまずい。あ、アピール。もう来てます音が。ブッキー様、早く飾り物を探して結婚式を進めるべきです。そのうち美味しいケーキも到着するかもしれませんよ。そうするのも悪くない。ではお前らで飾り物を探せ。あ。ブッキー様、右側です。花嫁が左側です。そうかな？わざとやってみた。あはは。あ。貴様らなぜ練習の時には、ああ、探してる。ブッキー様、指輪見つけました。ああ、やってるじゃん。ブッキー様、ブローチを見つけました。ブッキー様、靴を見つけました。ん？もう一つなかったか？冠が見つからない。さあ、大変。ろうそくが全部つく前にアクセサリーを取り戻してピーチを助けよう。なんで？早く助ければいいことがあるかもしれない。ええ、ちょっと、ください。残りの一つ見つけるので、あ、靴もらった。どこ？おい、ぴょんぴょんすんな、お前。あ、やばい。持ってけ。おい、だった、見つかんない。ああ、持ってけ。ああ、見つかんない。もう一個どこ？もう一個ある？あれ？あ、カメラ見つけた。あったよ。おう、飾り物だ。しかしよく見ないでも、お前はマリオ。ようやく邪魔をしに来たように見えるが、この先ボキは考えていない。マリオ！あ、戻った。ちゃんと来てくれたのね。あ、え？
なんでクッパがこんなところでマリオと一緒にいるの？まあ我が輩にもいろいろ複雑な事情があるのだ。仲良くやろうぜ。ではマリオの様にいれば安心ね。はい、いつものお礼よ。あ、いつものお礼。マリオだけ問わず礼ぞ。今回は我が輩にもお礼をよこせ。ん？その戯れ方は誠に興味深い。簿記も入れるべきだ。もう何が何だか分からなくなってきたわ。とりあえずマリオ、はい。あ、こんな、みんなの目の前で。あー、プチュ。え？あ、あ、あー、プチュ、ビッグラブ。このむっちりした感触。ゲービーチちゃんを狙ってたにしてもおかしくないか、角度が。あらあら、みんな仲がいいのね。ビーチ姫。マリオありがとう。さあ一緒にキノコ城へ帰りましょう。大臣が心配しているわ。あ、消えた。吸い込まれた。あ、じゃあそういうことで。大変大変、お待たせしたの。あ、すごい。おいしいおいしいケーキが完成したの。やったー。早速届けに来たの。新郎新婦は。どこ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 。おい、ちょっと前見ろ、バカ。花嫁が、いないいない。花嫁を連れてっちゃうの？そしたらケーキが食べてもらえないの。あー、そんなの。ダメ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 。あ、なんだ。敵になるんかい、こいつら。ダメなの。あ、やめて。なに、ダメなの。今ケーキ動かなかった。え、ストロベリー。ケーキに石がありそうで怖い。どうしよう。あれさ、火つけるんじゃないですか、ケーキに。火つけそうな気するぜ。マリオさんの粋な計らい。あれ？強い。このケーキ強い。何考えてんの？とりあえず、弱点なし。ケーキいじめちゃダメなの？ケーキいじめちゃダメなのか。あ、ダメなのダメなの。聞かない。これは、ダメなのダメなの。ケーキをなんかするのかな。なんかこっち向いたけど、ケーキ。踏んで、ああ。なんとかなりそう。何考えてんの。このケーキは何考えてんの。ジャンプ、沈黙。おめでとうございまーす。怖いね。怖いケーキだよ、これは。えい。ダメなの、ダメなの。でもとりあえず、ダメだな。とりあえずケーキやれば良さそうだな。ふぅ、病み上がりスーパージャンプ行くか。行け。病み上がりで、微妙に声が、音が聞こえなくても。なんか鼻の噛みすぎで本当に耳おかしくなっちゃって。三人技行くか。ビリヒアファイア。ビッグボム！行くぞみんな！よっしゃー。スキップ。ドカーン！強い。強いですね。あ？なんか今動きが。ポカポカポカ。あー、喧嘩しないで。痛い痛い。いきなり何をするの？そうよそうよ。コック長動いたの。今ケーキ動いたの。動いていないじゃないの。びっくりさせないでほしいの。おかしい、おかしいの。どうかな、おかしいかな。恐怖の衝撃。まあ、普通に攻撃でいいか。なんでこいつら無敵。あ、動いてる。あ、動いてる。料理長、生まれます。料理長、今度は何なの。生まれますって。
こ口動いたの今、ケーキ動いたの。まだ言うの。ほんとほんと、僕嘘言わないの。どうかな、どれ。ペロ。ほら、動いていないじゃないの。あ、キャーキャー、ケーキが動いたの、逃げるの。あ、僕が言ったの本当だったの。なんだあいつら、萌えキャラめ。あ、やばい、火がついてる。あ、ボコスカ A で攻撃してる、遅くの。え、 A で攻撃、えい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 、消せ消せ消せ、えいえいえい、あうちゃうちゃう、あうちゃうちゃう、なんだなんだ。おら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 、あ、ついたぞ。つくんじゃない、消してけ消してけ、あいで。サブザム来た、さすがさすがケーキ、いけー。消えたんじゃない、あ、ついた、ついちゃダメでしょ、消えた。これで、あー回ってる回ってる、あー、うおーなんでなんでな、ラズベリーになっちゃった。回復した方がいいかな。ジャンプかな、スーパージャンプ。あー、なんて踏みやすいのなんて踏みやすい土台なの。いやー、あ、10回、何考えてるの。ラブ&ベリーは何を考えてるの。はい、おめでとうございます。はーい、はいで。ピーチ姫は戦わないのかな。あー頑張って声を出しています。こんな風にしっかり風邪ひくのなんて本当に久しぶりだったからね。この鼻が詰まってる感じで喋るのはどうやるんだったかなとか思いますよ思いますよ。わお、マリオさーんマリオさんが殺されたぞマリオさん復活して、よみがえれ。あ、サンキュー。あー、マロー死ぬなー。もう倒すから、マリオさんが倒してあげるからね。生クリームだらけになっちゃうよ。チリチリチリン、チリチリチリン。うん。突然だがちょっと待つべきだ。なんでしょう。これはブッキー様に食べられる大事なケーキ。確かに。めっちゃ踏んじゃった。勝手に食べられては顔に泥を塗られてしまう。あ。おい、いちご、美味しいケーキとはどこのどれだ。あー、ブッキー様、ブッキー様、あなた様の足元に存在する物体が 70% の確率でケーキだと思われます。ははーん、東大元暮らしとはこのことか。さて諸君、これからが大変だ。どうやってこのケーキを食えば一番うまいか。生、ボキは煮て食うのがいいと思われる。ニゴ、なんとか言え。煮て食うのもとろりとしてうまいと思いますが、ケーキは一気に一口で食べるのが礼儀です。そうかも。何、一口で食べろとおっしゃるのか。結婚すると一言で言うのはたやすいが、絶交するのは命がけ。さあブッキー様、神聖な儀式を始めますので、後ろに下がって口を開けてください。殺される。何やら緊張してまいりました。今の心境を語るなら、バンジージャンプの最中に紐を突き忘れた時の気分に似ている。ケーキ行きまーす。ちょっと待って、今ケーキのやつ動かなかったか。気のせいです。またもや脳裏に不安がよぎる。行きまーす。あ、おお、うおー、想像をはるかに超える美味しさ。
この気持ちを表現するためにとりあえず泣く。わーいわーい、ルッキー様おめでとうございます。無事結婚式は終了しました。諸君ありがとう。これで心置きなく帰るとしよう。あ、帰んの？やったーなんだかよくわかんないけどやりました。ピーチ姫、あーもう散々な目に遭ったわ。やっと助かったわね、マリオ。え、さあ今度こそ帰りましょう。でも私は誰と結婚すべきなのかと思う今日。え、ピーチ姫、あら嫌だ。でも誰とかしら結婚するのは。マリオさん、おい、ピーチが仲間になりました。彼女は無事お城まで連れて帰ろう。おいおい、マリオさん、ちゃんと言っとかないとね。言っとかないと結婚できないぜ。ここ怪しいな。ふぅ、なんとかなりましたか。なんとかなりましたか。じゃあ、鼻水をきれいにするか。あ、ギリギリだったね、火つくの。あ、こんにちは。マリオ、あのヒゲモチは今出ていった。ということは結婚式ができるの？うんうん、嬉しい。ねえ、昨日早く結婚式を挙げてスイートに泊まってあったかい島へ旅行に行きましょう。そうだね。そうだね。月並みだけどありがとう。はあ、皆さん結婚式を再開します。即行きましょう。なんだよ、参列していいってよくらい言ってよ。でもケーキがないんじゃない？ケーキ作ってあげないと。あ、あれ？今度もケーキは動かないない。今度はちゃんと食べてもらうの。なんだ。前の人たち早く笑わないかしら。え？そういう感じ？結婚式って。次は私たちの番です。ちょっと待ったー。うおー、その結婚ちょっと待った。誓います。誓います。一応、じゃあマリオさんが、あ、あれ、やってる。やってあげてた今。あ、祝いのー、うわー、メロディー。あ、キノコフスキーさんでしたか。じゃあ二人ね。使わせたわ。シー、静かに。ナンシー綺麗だな。ちょっと待った、素敵。もうダメ。あ、漏らしたか。綺麗だよ、木の幸せにね。ちょっとこの結婚祝福されているんでしょうか、みんなに。あれ、ガキどこ行った。便所がねえぞ、この結婚式場。便所がねえ。あのガキ、まさか、外で。あら。写真撮ってる。写真撮ってる。写真いかがですか？はーい。はい。はい、もうちょっと寄って。はい、行きますよ。ちょっとそこのあなた。え？もうちょっと笑ってちょうだい。はい、行きますよ。チーズ。やった。撮ってもらっちゃった。晴れて夫婦になりました。はい、ぴょん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 。はいはい、天気がいいな。撮ってもらっちゃった。マリオさんと撮ってもらえるなんていいことですよ。結婚式の下見に来ました。ハネムーンは海辺の街。リプターに行きたいですね。順調にこの街にコロナが広まってってるな。こんな素敵なところで本当にできるのかしら。夢じゃないといいんだけど。どうしよう。もう泊まったしな、このホテルもな、十分。あ、フラワーカプセル。まあいいか。普通に帰っちゃっていいのかな。普通に帰っちゃいますよ。あれ？便利。便利なんですけど。
マリオさんお帰りなさい。ギャムイチョウの市でーす。うちの孫もね、普通に帰ってきちゃった。ねえ、得意のジャンプ見せてよ。今日かっこいい。あ、マリオさん、お帰り。お帰り。姫。ただいま、今回はマリオとお友達に助けてもらったの。早速大臣にお知らせしなきゃ。姫もマリオさんも大臣のところへ。もちろんよ。さあ、マリオ大臣のところへ行きましょう。え、ピーチ姫。ピーチ姫外れちゃうの？パーティーから。なんか三人技あるっぽいけど、ピーチ姫も。一緒に行きましょうよ。姫が帰ってこられました。姫。おう、姫。よくぞご無事で。みんなには心配かけてごめんなさい。でもマリオのおかげで無事戻ってこられたわ。俺のおかげです。うん。ささ、ここで話すのも何でしょう。上参りましょう。なんだからね。なんですからね。マリオ、改めてお礼を言うわ。本当にありがとう。いいってことよ。でも話してくれる？なぜあなたがクッパと一緒に。クッパ、マリオ殿が、またなぜクッパと。ああ、出てきた。またまたマリオ殿はクッパに変身して今度は何を始めるの。ほら、ちゃんと息臭いでしょ。クッパだよ。おや？イエーイ！大臣！みんなも安心して。今回はマリオがそばにいるじゃない。いやー、どうかな？どうだろうかな？そうですな。そうそう、クッパもそろそろ説明してちょうだい。あなたが言っていた複雑な事情って何なの？それは、むむ、城が取られたなどと言えない。どうごまかそう。言っちゃいなって、正直が一番、こういうのはね。え？あ、腕長。腕長。お久しぶりです、大臣。ピーチ姫、みんなで説明をします。いくよー。姫、クッパ、マリオさん、三人を吹き飛ばしたのは、地響きの後。クッパ城の上空、遥か彼方にあるスターロードを破壊して、ちょうどいいのあるな。クッパ城に。くそー！ああ、何そのマリオさんの口。面白い。と、刺さった一本の剣だったのです。そして、クッパ城はその剣の持ち主のカジオウと呼ばれる悪者に乗っ取られてしまったんです。マロン、お前が説明役かよ。だから我が輩は今宿なし。違う、今から取り返しに行くところなのだ。が、マリオがどうしてもクッパ軍団に入りたいというので、しょうがなく入れてやったのだ。入っちゃいました。違います。大丈夫。わかっているわ、マリオ。わかりて。で、こちらの方、マロさんは、なぜマリオと？パパとママにふかふかしてもらうためにマリオさんのお手伝いしながら旅をしているんです。僕はパパとママを探しているんです。まあ、それは大変。早くパパとママに会えるといいよね。優しい。で、こちらの方、ジーノさんは、なぜマリオと？僕はカジオに壊されたスターロードの修理人。しかし、スターロードを直すためにはスターピースが必要なのさ。スターピース？そうです。どうやらそのスターピースを集めてスターロードを直さないと。願い事の叶わない世の中になってしまうらしいのです。まあ、それは大変。大変よ。なの？え？怖い。ずこう。願い事叶わなくてもいいの？それは例えば、ピーチ姫がクッパにさらわれた時も、マリオが助けに来てくれなくなるかも。それは我輩にとって都合が良い。そのなんとか集めるのはやめだ。でも、クッパさんも、ピーチ姫と結婚できなくなっちゃうよ。そんなことになったらクッパ、あなたも自分の城に帰れなくなるんじゃないの？が！マリオが来なくなる。若輩の宿なし生活が終わる。
マリオが来なくて宿がある。ん？宿が来なくてマリオがある。ん？とにかくみんなの希望が叶わない世の中なんてごめんだわ。早くスターピースを集めなくちゃ。姫、姫、まさか姫は一緒に行こうなんて考えてないでしょうな。姫、この大臣やキノピオたちの心配の種をこれ以上増やさないでください。そうね、ごめんなさい。姫、ひとまず部屋に帰って休みます。ちょっと疲れちゃったみたい。そうだよね、変なおじさんにさらわれて。それではマリオ、マロ、ジーノ、そしてクッパ、頑張ってね。え？うん、ええんだろそこはってみんなに怒られて。さて、え？マリオ殿のおかげで姫も無事帰ってきて、この世は安泰だと思い、もしや、ひょっとしてこの前城を襲ってきたのも？もうなんと、大臣またまた心配になってきました。姫を連れ帰って来てくれた上でズーズーしいとは思いますが、うん。その、家事を手洗おう。早くやっつけてください。大臣3度目のお願いです。なあ、ピーチ姫を無事送り届けたけれど、彼女はキノコ城に残ることになりました。うひぃ。鼻が詰まるぜ。叶います、たまらない。皆さん頑張ってください。ごちそうです、マリオさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ。ピーチ姫行かないの？一緒に行こうよ。ピーチ姫も一緒に行こうよ。なあ？なあ、ピーチ姫なあ？あ？ピーチ姫の部屋。マリオ頑張ってね。やっと姫が戻ってきました。ピーチ姫一回離脱すんのか。そういうこと？また今度一緒に行こうねって。いや、こうやって城を出て行ったら。待って、マリオ！やっぱり私も、行くわーって。来るんじゃないのかな。来るんじゃないのかな。マリオー！あ。え？あ、ムービーだ。あ？どこ？え？あー、姫ー！危なーい！うわー！あー、やっと、それができるようになった。パラソルがないとできないのね、それ。かわいい。かわいい。お願い、私も連れて行って。いいよ。大丈夫、バーヤが手伝ってくれたから私がいないなんて誰も気づいてないの。バーヤが。さあ、スターピースを探しに行きましょう。でもどこにあるのかしら、見当もつかないよね。マリオさん、こういう時は、ジー。こういう時は、ジジーに会いに行くぜ。僕のおじいちゃん、カエル仙人に聞いてみるんです。きっと知っているはずです。カエルんとこ行くよ。じゃあ行きましょう。私も頑張るからよろしくね。やっぱり、ピーチは再び仲間になりました。やっぱり。いやー、4人も担いでると、さすがに大変ね。バーヤがきっと、ピーチ姫のふりをしてくれてるんだわ。わざわざ見に行きたいわ、こういうのは。あ、バーヤ？バーヤ、私のわがままを聞いてくれてありがとう。あ、どういうこと？いいんですよ、姫。若い時に世界を見てくることはきっといつか役に立つはずですから。それになんだかバーヤも若返った気分です。姫、くれぐれもお気をつけて。大丈夫、マリオが一緒にいるから。バーヤも体に気をつけてね。すげえ、バーヤ。バーヤってすげえんだ。な。今、山は休み中です。バーヤの変装術。さすが。じゃあ、カエルのところ行くのか。